はい、こんにちは、くつざわです。未成年不法滞在者とその親に在留特別許可出すという超法規措置反対外線をやってまいりました。昨日の夕方ですね、池袋です。場所は、夕方といえどもですね、暑かったであります。むわーんとして、土曜日ということもあって人もすっごいいてですね、こちらあの池袋東口なんですけれども、福田武雄もそうだったんですけど、超法規措置ってやばいよね、やばい。だってあのこんなのダメだよなっていうことで現在の法ができてるわけですしね。それには理由があるわけですよ。法律が、こういう法律があるんですよ。理由がある。で、その理由がちょっとわかんないなぁ、いう場合でもですね、なんでこの法律ができたかわかんないうちはその法律取っ払ってはいけない。基本現状維持で、なんていう議会はどこも、そういうスタンスなんですけれども、それを全く無視するんだから、超法規措置ってやばいよね。福田武雄のテロに屈して、テロリスト全部釈放しちゃったっていうのも非常に大きな影響ありましたけど、なぜ日本人が1000人もさらわれちゃったんだね。日本はテロに甘い、日本はテロに弱いって見くびられて、北朝鮮に日本人を1000人も誘拐されてしまった。非常に大きな害毒ありましたけれども、思考停止の泥縄で未来のことを考えられないっていう岸田政権は危険ですね。超法規措置やっちゃうんだから危険だなぁ、非常に思います。コーヒー豆の値上がりで喫茶店の個人店が店じまいラッシュらしいです。元ね、経営者が高齢化してて、その団塊世代の経営者が非常に多いらしくて、で、後継者も見つからないってことで、店畳むかなぁ、いうきっかけになったみたいなんですけれども、飲食店で潰れる率が高い1位、2位がカフェとバーらしいんですよね。定年後趣味の喫茶店やりたいは非常に甘い考えだそうですよ。っていうのは喫茶店とかカフェって差別化がしにくい、他の店との違いを出しにくい、あと設備投資もさほどでなく済むから誰でもできる、つまり競争相手が大きい。バーも同じ。すっごいね、カクテル作れるバーテン世界一だっちったって、客はそんなにね、カクテルのうまさとかすごいカクテルとか求めてない、言うんですよね。でね、参入障壁が高いですね。焼肉屋さん、これ無煙ロースターとか、あとビルだったら煙突伸ばさないといけない設備投資、あと回転寿司屋さんなんかも設備投資すごいですよね。下手したら億かかっちゃうんじゃねえか、広い店舗だったらみたいな、回転寿司のレーンとか、そういうとこは参入障壁が高いから誰でも始めらんない。あと新鮮な魚や魚介類の仕入れ先も知ってなくちゃいけないし、そこと取引、長年して信用とかもないといけないし、いうことで、こういうとこは競争相手がそもそも少ない、大資本でスキルが必要。あと寿司なんかっていうとスキルの塊ですよね、板前さんのね。そういうのがなくて、定年後に、バーでもやっかカフェでもやっかっつって始められる、100万200万300万ぐらいの開業資金で始められるようなカフェやバーは潰れる率が非常に高いって、何せ競争相手が多いですもんね。8月6日、今日ですね、広島に原爆投下、例年通り平和記念公園で平和記念式典開催なんですけども、なんでね、何十万人も、罪のない非武装民間人を一方的に虐殺されて、何が平和だ、何が記念だ、さっぱりわかんないですね。全然わかんないですね。これ多分GHQ がこういう名前の式典やれ、言って、それから何十年も思考停止で何の疑問も抱かずにやってんでしょうけれども、おかしいべって、日本人が何十万人も死んだのが何が記念だって、バカにしてるよなーって思いますよ。主語は米国ですね。この攻撃で米国はやっと平和を手に入れたって意味ですかね。平和記念式典、
米国が平和になった記念の式典っていう意味なんですかね。機会があったら自民党に式典の名前改める気ないの？質問してみましょうか。これは戦没者慰霊式典とかにした方がいいんじゃねえの？平和とか記念とか腹立つよ俺ら、言ってみた方がいいんじゃないか。被害者の一番の願いはですね、二度とやられないぞってことだと思うんですよね。毎年毎年総理がですね、核兵器の廃絶の実現なんていうのを誓ってる、毎年ですね。どうせそんなこと出来やしねえんだから、核兵器よりも破壊的で、便利な兵器ができない限り、でね、そろばんなくなっちゃったように、計算機の普及でそろばんがなくなっちゃったように、核兵器は不便だし、破壊力も小さいなの、いうことで使われなくならない限りはですね、核兵器なんか、地球上からなくならないと思うんですけどね。それよりも異例のためならば、誓うことはね、二度とやられないぞ。我々はどんな手段使っても二度とやられないぞ。っていうことだと思うんですけどね。総理挨拶。我が国は引き続き非核三原則を堅持しながら、唯一の戦争被爆国として核攻撃のない世界の実現に向けた努力を絶え間ず進めます。非核三原則を堅持、核兵器のない世界の実現、どれも逆だわね。二度とやられないっちんだったらば、どこよりも核武装すべきだし、そのためにはですね、核兵器のない世界目指してらんねべって話なんですよね。唯一の被爆国だからこそ、二度とやられないために核武装する権利ありますよ、我々は。名もなき外国人、これ掲示板ですけれども、日本は二度核攻撃されたから、他国を二度核攻撃する権利があるっていう意見もありますよ。二回攻撃していいよ、日本は。二回やられたんだろ。っていう意見もあるんですよ。外国人の口からこれが飛び出てです。核より破壊的で、破滅的で便利な兵器を開発しない限り、核兵器のない世界なんて、実現しねえわ。何甘いこと言ってんだ。何十年も同じことを繰り返してんじゃねえよって思うんですけどね。平和平和って言ってりゃ平和になるって、言霊政治やめろってね。平安貴族みたいに滅びっつ。平安貴族はですね、言霊信じてて言ってりゃそうなるみたいな、そういう信仰があってですね、リアリストの武士階級に滅ぼされましたけれども、これまた繰り返すのが、さすが公家集団って言われてる高知会だなぁと思いますけれども、原爆ドームにこれまた例年通りパヨが集結、堂々と中核派のヘルメットを被ってるやつもいて、浅間山荘事件とかですね、山岳ベース事件で世間がドン引きした時に徹底的に潰しておけばよかったものを、それもこれもですね、当時の自民、っていうか政府が責任取りたくなくて政治的判断を放棄したせいですね。当時の連中の考え、何にもせずに金もらいたいな、としか思えないんですよね。異例の日にですね、米日の中国侵略反対のプラカード掲げて、全くの意味不明なやつがおりました。掲げてる本人も日当もらってやってるだけで意味わかってない可能性もありますね。日当出してやらしてるのは、まあ中国共産党間違いないですけれどもね。なんで原爆の日に、日米の中国侵略許さない。なんだそれって話なんですけど、広島市民に眉を潜められてどんびかれることや、日時と場所が全くのお門違いではって思われることなど、自分らの主張ができさえすれば、まあ些細なことなんでしょうね。論より大声、嫌がらせって連中ですから、嘘や嫌がらせを使って伝統文化、クラス、秩序破壊に励むのがパイと、広島に毎年集合するのは嫌がらせのためですかね。暑くて参ればええのにね。で、式典に参加した最近覚醒著しい玉金、式典会場までシュプレーキコール反戦反戦言って聞こえてくけど、もういい加減こういうのやめませんか？ツイートしてましたよ。こいつらやってんの平和活動じゃなくて、日本人は黙って殺されるっていう防衛妨害活動ですからね。やっと分かってきたんですかね、玉金にもね。未成年不法滞在者とその親に超法規措置で在留許可出した正規の失策は公明党の意向だったと判明通過。公明議員が誇らしげに自白してました。谷合正明参議院議員50歳。国会では私を含め公明党議員より求めました。今回だけ将来的に認めるものでは ありません。世論です。連立足かせ党。一体何がしたかったの？いつも台無し。いつも。これですごいや公明党って
行ってもらえんの？学会員はこれの何が満足なのか。学会員はですね、思考停止してますから、お経を唱えて思考停止してますから、上のやることは黙って受け入れんだろうな。それが死んじゃったもんでね。自民党には自我もないのか。一度許せば前例があるで押し切られてしまう。今回限りです。言ってるとこ見ると、後ろめたさはあるんですね。超法規措置に後ろめたさ、超法規措置やめろ、法治国家だろってこう言って責めるのが効くんでしょうかね。公明はですね、厚生命大の略だから、厚生命大党の略ですから、綺麗事からは外れたくないでしょうね。特例作ってその人らだけひいきすんのの、どこが公正でどこが命大なのって言い方もよろしいかと思います。公正命大、意味はググってみてください。全く全然違うことやってから、公明とは公正命大じゃねえから、公明って言ってるのがね、全然ね、リベラルイコール寛容じゃない、寛容じゃない、異論は許さないからリベラルって名乗ってるようなもんなんでしょうか。未成年不法滞在者ですね、その親に在留特別許可出して学会に何の得があんのかな。全然思いつかないですけど、滞在できるようにしてやっから学会員になれっていう密約でもしたんかな。それにしたってですね、イメージ低下、公明党のイメージ低下が甚大で、元から低下するほどいいイメージないですけど、もう悪いイメージしかないから低下しようがないですけど、割に合わないような気がするんですよね。大反発を予想できないほど劣化してるんだが、ただ単にいい人ぶりたかったのか。公明党を潰すためには衆院選から参院選1人区、衆院選は1人区ですよね、どこも。参院1人区で他が当選すればいいですね。そういうとこは自民が遠慮して出てないからね。政府の方針決定やですね、影響力からすると今や立憲よりも害が大きいんじゃないか、公明党の方がって確信いたします。だって自民党を動かして、そんなね、超法規措置取らせることができんだもん、公明党。害だよなぁ、立憲より。現在公明党は衆議院32名、参議院28名、合計60人もいるのか、うわぁ。立憲は97人でしたっけ？これ減らすにはもうちょっと時間かかりそうですね。共産と同じくですね、メインの年齢層が70代ってことで、臨界点を超えたら急減する可能性もありますけれども、まあそれ期待して待ってるしかねえのかな。斉藤法務大臣、日本生まれの未成年不法滞在者すべてに在留特別許可を出すわけではなく、一定の線引きは必要だ。親がですね、不法入国、偽造在留カード使用、偽装結婚、薬物使用、売春法違反、懲役1年以上の実刑、複数回の前科がある場合は対象外となり、201人中ですね、140人となる見込み。ということは、61人の親がここに当てはまる、っていう連中で、犯罪係数高すぎませんか？まあ、元からね、不法滞在者ですから、犯罪者なんですけど、犯罪係数高すぎない？ 3 分の1近くがこれだっちんだからね。まあ、福島みずほがですね、他人のパスポートで入国してる不法滞在者も多いんですよ、知ってほしいなんて、なんか気が狂ったんだがバラしてましたけれども、偽造ですよね、他人のパスポート、なんだそれ、顔写真どうやってごまかしたの、貼り替えていたとすれば偽造ですよね、他人のパスポート。ふわっと、なんとなく悪くないみたいな言い方してましたけど、福島みずほはね、世論です。犯罪を犯した時点で強制送還しろよ。複数回の前科って何おめこぼししてんの。対象外をなくせとテレビが一斉に騒ぎ始める。対象外にされて在留許可が下りないかわいそうな子供たちっていうドキュメンタリーが作られる。不法滞在は当然犯罪なのでは。不法滞在してる時点で法を守る気なしと。薬物売春なんか論外ですけど、それやっても
強制送還されないっておかしくない？複数回の前科、一発アウトじゃないの？それでも送還できなかったのか。呆れちゃいますね。これでも外国人犯罪者に舐められて、イラッとすること、言いたい放題言われちゃうわね。フェラーリ乗り回されたりね。犯罪者も送還拒否できるようにして、それがまかり通るようにしちゃったのが民主党政権ですよ。悪夢の民主党政権じゃなくて、悪魔の民主党政権の方がふさわしいんじゃないの？民主党議員はみんな悪魔っていう方がふさわしい。 NHK 対象外で送還されたかわいそうな子供たちっていうドラマ作りそうですね。親はあれだが子には何の罪もないのにとか言っちゃって言っちゃって、まあ予想つきますね。自民党が情報や通信事業者にヒアリングを開催いたしました。日本新聞協会、ネット事業はNHK の本業でないのに際限なく配信している、もうすでに際限なく配信しているみたいです。ネット配信ね。 NHK はネットのテキスト業務から完全に撤退すべき、巨額な受信料を財源に無料で大量のコンテンツを提供する NHK と民間ではそもそも競争条件が不公平と主張と、俺ら不利だから不公平って、まあ、言ってるんですけど、でもお前らね、NHK スクランブルデモは報道全くしないじゃん、思うんですよね。世論です。民意を圧迫って言いたいわけね。俺らに都合悪いのは不公平って、ネットだけでなくこの世から撤退してほしい。 NHK は民営化で、民放も電波を安く独占してんだから不公平とか言えたきりじゃないだろう。 NHK がネットから撤退しても新聞のネット有料会員にはならないよ。地震の時はまずツイッター、巨額受信料でやりたい放題はずるいっていう、言ってんですけど、もう一つね、NHK は特殊法人で法人税払ってねえのに同じ土俵で勝負できか、これも追加でね、新聞協会はというより新聞はどこも大嫌いなんですけど、 NHK と戦ってくれるならそこだけ応援いたします。毒虫に毒虫をぶつける感じでね。新聞協会イコール民放テレビ全局っていうわけでもないんすかね。通貨じゃないんすかね。読売は日テレの、朝日はテレ朝の、毎日は TBS の、産経は富士の、日経はテレ東の、親会社、これら全部で寄ってたかって NHK 潰す気ないの？NHK スクランブルデモやネット聴取反対デモ特集を民放全局で長時間やれば NHK 潰せんじゃないの？世論も傾いてさ、このままで、変化怖いのか、そこまでの変化は怖いのか、とってもとっても親分に下がる気起きないのか。まあ12年前ね、富士デモでも変われなかったんだから、愚かな連中には倒産するまで変われないのかな。今のテレビ新聞愚かだもんな。優秀な人はどん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 辞めちゃってさ、もう将来見込みないっつって希望退職に集まる、早期希望退職に集まるような人は他でも通用する優秀な人だから。今テレビとか新聞に残ってるのは、どこでも通用しないカスばっかだから、ああって私思うんですよね。というわけで終戦の日8月15日、正殿参拝靖国神社と、懇親会やりますんで、応募されたメール問いの皆様お忘れなく。あれつあれなんか15日あったような気がするけど、なんつってドタキャンしないでくださいね。よろしくお願いします。デトックスジャパン。